1日目は出だしはとにかく緊張して、もう漠然と楽しそうと不安の気持ちがこう日を増すごとにこうリアルになってきて、外で仕事をして人とぶつかったりうまくやれなくて疲れて、疲れ切ってここに来て、みんなもそうだと思うけど、やっぱりこう諦めてないんだけど、諦めてきた人、諦めてたものが突然こう自分のところに来てくれるのかな、場所が。